ロリータ。ロリータ、ロリータは、1962年のイギリスの映画、ウラジービル・ナボコフの同名小説を原作とし、ナボコフ本人の脚本で、スタンリー・キューブリックが監督した作品、上映時間152分、モノクロ、日本での公開は1962年9月。霧深い日、中年男が荒れ果てた、大邸宅を訪ね、ドロレス。 ドリータ・ヘイズの件で、脚本家のクイルティという男を射殺した。その4年前、射殺犯となるハンバートは、秋からアメリカの大学で講義することとなったため、パリからアメリカにやってきた。その前の一夏を、保養地で過ごすこととし、下宿候補、シャーロット・ヘイズ未亡人宅を訪れた。シャーロットは、書籍委員会の会長で、前回の講演では、クイルティを講師として呼んでいた。 ハンバートは帰り際に美少女を見て一目惚れする。少女は未亡人の娘ドロレス。通称ロリータであった。直ちに下宿を決める。一方、シャーロットはハンバートに惚れ、結婚を迫られたハンバートはロリータのそばにいたいために受諾する。ロリータがキャンプに行っている際、夫婦喧嘩をきっかけとして、ハンバートの日記を読んだシャーロットは彼の本心を知り、 逆上して、家を飛び出し、不慮の交通事故で死亡する。ハンバートは、岐阜の立場を使い、ロリータをキャンプから連れ出す。高校へ通うロリータの世話をしつつ、行動を、逐一チェックし、ガンジガラメに囲い込もうとするハンバート。高校演劇への出演も許可しなかったが、家に来た、高校の心理学者、全部博士の脅迫じみた説得によりしぶしぶ許可する。 劇の初演後、ハンバートは、ピアノ教師からロリータが、演劇の稽古のためだとして、ピアノレッスンを休んでいくことを聞き、すぐに、ロリータを家に連れ帰り、攻める。反発したロリータは家を出て、誰かと公衆電話で話した後、ハンバートに、高校も芝居も嫌になったので旅に出ようと提案する。ハンバートは、喜んで、同意する。出発のしばらく後に、 ハンバートは自分たちの車を誰かの車が追跡していることに気づく。スピードを上げて追跡車を巻いた途端にパンクし、追跡車に追いつかれるが、追跡車は反転して去った。その時、ロリータは風邪をひいていて、入院することとなった。ハンバートが一人で泊まっているモーテルの部屋に、夜、誰かから電話がかかってきた。男やもめの白人男性として、 ハンバートがリスト入りしているので、性生活について報告してほしいというような奇妙な内容だった。ハンバートが報告を断り、電話を切り、病院に休校したところ、ロリータはハンバートに告げずに、おじと名乗った男と共に退院し、姿を消していた。3年後、ロリータから結婚、妊娠していること、借金区のため、 小切手を送って欲しいことが書かれた手紙が届く。ハンバートはロリータの家を訪ね、逃げた経緯を問いただした。オットリックとは一年前に知り合ったので、無関係。全部博士、追跡していた男、モーテルに電話してきた男、おじと名乗った男などは全部、クイルティだ。ロリータは、ハンバートと出会う前に、彼を知り、すぐに惚れ、高校生の時から交際していた。 それで、ハンバートから共に逃げたのだが、クイルティがピンク映画への出演を迫ってき、ロリータが断ったところ、彼はロリータを追い出したという。ハンバートはロリータに、夫やボロケを捨て、一緒に暮らそうと懇願したが、断られる。諦めたハンバートは、大金をロリータに渡して、去った。その後、ハンバートは、クイルティを殺しに行き、殺人犯として、裁判を待つ間に病死する。 カッコ内は日本語吹き替え、大まかな筋は原作と同じだが、舞台を現代、制作当時の1960年代に移しており、さらにアメリカが舞台であるにもかかわらず、イギリス人中心のキャスティングが行われ、ほとんどがイギリスで撮影されている、当時のアメリカの厳格な検閲を避けるため、原作ではもっとあどけなく、それでいて、小悪魔的な魅力のあったロリータは、 当時の検閲と規制により、原作よりも若干年齢が上がり、実際の年齢よりもどこか大人びてる上、冷めたような感じのヒロインになっている。時代的なこともあり、性描写が全くない。また、映画には省略された人物や事柄も数多くある。特に映画でのシャーロットの描写はまるで別人である。脚本のクレジットはナボコフになっているが、最初、 ナボコフの脚本が長すぎて映画にすると7時間以上にもなることから一度短く書き直したが結局キューブリックはその2割ほどを使ったに過ぎずほとんどを自分の脚本で撮影したナボコフはそのことを死者で知り後に不満を述べている未婚の男女が同じ平面上で横たわらないといったハリウッドの自主規制行動やカトリック団体からの抗議により 小説の主題を明確に描けず、主人公たちの関係のエロティックな面を強調できなかったとキューブリックは述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。